筒見誠治、筒見誠治、筒見誠治、1927年3月30日から2013年11月25日は、日本の実業家、小説家、詩人。筆名は、辻井隆。学位は、博士、経済学、中央大学、1996年。日本芸術院会員、財団法人、世存文化財団理事長。 社団法人日本文芸家協会副理事長、社団法人日本ペンクラブ理事、歴定同人、憲法再生フォーラム共同代表、日本中国文化交流協会会長、西部流通グループ代表、セゾングループ代表などを歴任した。イボテイは、元西部鉄道会長の堤義明。1927年、西部グループの創業者、堤美安次郎と安次郎の見かけ、 あとに、本妻、青山美沙夫の間に生まれる。青山は、当時安次郎と内縁関係にあったが、後入籍、安次郎は五人の女性との間に五男二女を持つ。このことは父への反抗につながり、日本共産党入党や文学への系統へのきっかけとなっていく。また、父との確執と父への理解は、小説家、辻井隆史を貫くテーマともなっている。 国立学園小学校、東京府立、第10中学校、現東京都立西高等学校を経て、成城高等学校、現状状大学に進学すると、寺内大吉に掲示し、後に近代説話の導入となる。東京大学経済学部入学直後、同級生だった、藤家誠一郎などから勧誘を受け、日本共産党に入党。横瀬育夫のペンネームで、 積極的な活動を行っていた。1950年、内外の混乱により、共産党が諸官派、国際派へと分裂する中、国際派の東大細胞に属し、党中央から除名される。この頃、自ら父に感動を願い出ているが、それは安次郎に対する政治の絶縁宣言というべきものだった。1951年、 東京大学経済学部卒業。その後、肺結核の療養を経て、衆議院議長だった父、安次郎の秘書を務める。この頃から死をかけ始める。1954年に西部百貨店に入社。1955年から取締役店長として百貨店を任される。同年、諸女死臭、不確かな朝を発表。 1961年観光の詩集、異邦人で、室尾再生詩人賞受賞。1964年、安次郎が死去。周囲からは政治が継承すると思われていた、西部グループ総帥の座は、異母帝の筒美義明が継ぐことになる。このような変動の下で、諸女小説、方向の季節の中で、1969年は、書き上げられた。政治は、 作家の三島幸夫とも交友を持ち、三島が自身の組織した盾の会の制服を制作するにあたって、いがら九99、ドゴールの制服のデザイナーを手配するなどの便宜を図った。なお、1970年昭和45年11月25日の三島事件直後に開かれた三島の追悼会にはポケットマネーから資金を提供したほか、 三島映画上映企画などでも会場を提供するなど、三島の死後も貢献し続けた。安次郎死去後の政治は、当時阪急百貨店会長、清水忠の宝塚市にある辞典に行き、清水より経営手法などを学ぶ、スーパーマーケットである声優を急展開し、業績を拡大。百六十九年、池袋西部の隣にあった百貨店東京丸物、 丸仏を買収したばかりの長の検事から、さらに買収する形で経営を引き受け、不実従中,中の同級生だったマスダ通詞を使い、パルコにリニューアルし、さらにパルコを全国に展開。ちなみに、渋谷の公園通りの名前は、イタリア語で公園を意味するパルコの名前から取ったので、ある。また、西部百貨店を渋谷に進出させ成功を収めると、 積極的な出店構成と完成経営と言われる優れた演出戦略が走行した。政治の入社当時は二流、三流と言われた西部百貨店を1980年代後半には当時百貨店売上高主位の三越を抜き日本一の百貨店になるまで成長させた。さらにデベロッパーである西洋環境開発を通じ世界一のホテルチェーンである。 インターコンチネンタルホテルズグループを買収し、ホテル経営やリゾート開発へも乗り出すなど、セゾングループを形成。これには、父のプリンスホテルを継いだ吉明への対抗心もあったと言われている。また、ラコステブランドなどを取り扱う大沢商会や、牛丼の吉野家など倒産した企業を、セゾングループに組み入れ、見事に再建させた。マスメディアも彼に注目し、 在界の若きプリンスともてはやすようになる。脱退衆文化と称して、DC ブランドの展開や、無印良品、ファミリーマート、雑貨店のロフト、セゾンカード、FM 放送の JWave、オーディオビジュアルソフト、CDDVD 等の小売店チーンウェーブ、大型書店のリブロなどの事業も始める。田中和光。 山本洋次らとの交流の中から、無印良品のヒントを得たと言われる、伊藤石毛里による、不思議、大好き、美味しい生活、などのキャッチコピーは西部百貨店を80年代文化の担い手として印象づけた。また、海外有名ブランドの導入を積極的に推進し、エルメス、ラルフローレン、イブサンローラン、アルマーニ、 ミッソーニなどを日本の百貨店で最初に導入したのは西部、百貨店をはじめとるセゾングループである。さらに、セゾン美術館などメセナの先駆けと言われる活動も始める。1983年、自伝的小説、いつもと同じ春で、平林太鼓文学賞受賞。しかしバブル崩壊により、金融機関からの借り入れに依存して、 事業の急拡大を進めていたセゾングループの経営は破綻を迎え、1991年に、筒美は同グループ代表を辞任。2000年には、西洋環境開発、同年生産を含むグループの生産のため、保有株の処分益等100億円を出演し、セゾングループは解体された。一方、1995年に、筒政治名義で書き学位請求論文として、 中央大学に提出した消費社会批判が認められ、博士、経済学の学位を取得、論文博士。翌1996年に岩波書店から書籍化される。1980年代までは、実業家、堤見誠治の活動が主となり、詩人、小説家、辻井隆史は画だったが、セゾングループ代表辞任後は、精力的に作家活動を展開。 1992年、死集、群情、我が目視を上司し、高見淳章受賞。1994年、虹の岬で谷崎淳一郎賞受賞。戦術した父との確執と父への理解に加え、自身の得意なプロフィールに由来する大企業の経営者というモデルを通じた人間の複雑な内面の描写が小説の特徴であり、父の肖像。 2004年は、その集大成と言えよう。2005年に、堤美義明が一連の不祥事で逮捕され、西武鉄道グループの再編、再建活動が活発化すると、義明への批判を展開。伊母テの直にニと共に、西武鉄道へ買収提案を行うなど、実業家、西武の創業者一族としての活動も展開した。2000年には、小説、 風の障害で芸術編章文部科学大臣賞を受賞。死の業績で藤村記念歴定賞を受賞。2004年に父の肖像で野間文芸賞を受賞。2006年3月には金作をはじめとする小説群の旺盛な創作活動により日本芸術院小恩師賞を受賞した。2006年、詩集和紙がいてにより現代詩花椿賞を受賞。2007年、 同作により読売文学賞しか俳句賞受賞。同年、日本芸術委員会員となる。2009年、自伝子のためのエスキースで、現代詩人賞受賞。2012年、文化功労者。政治家にはならなかったが、父安次郎が池田隼人と仲が良かったことから、池田や佐藤栄作、田中角栄、大平正義ら政治家とも交流を続けた。 特に白須二郎から生前、宮沢喜一を総理にするのを手伝え、と言われていたため、宮沢内閣の誕生にも関わっている。角川春樹とは、半世紀以上の信仰を持ち、角川春樹事務所の顧問も務めた。九条の会参加の、マスコミ九条の会呼びかけ人を務めていた、辻井隆名義。中華人民共和国と太いパイプを持ち、 1973年から28回も放中していた。2013年11月25日、肝不全のため、東京都内の病院にて86歳で死去。2014年2月の帝国ホテルでのお別れの会は、実行委員長をドナルド・キーンと林野博ヒが務め、麻生太郎副総理や森吉郎元、内閣総理大臣などが参列し、同年4月には忍ぶ会を、 日本中国文化交流協会が開き、加藤光一也孝の傭兵らが出席した。滋賀県は愛知郡愛称町、神奈川県二宮町、東京都。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。